どうもありがとうございます。はい、ゾヨンパートナーズの森です。今回ね、お話がですね、ご報告という風なね、感じなんですけれどもね、何のお話かというとですね、第5子がね、無事に生まれたというお話ですね。もうね、ここでね、動画を終了していただいてもね、構わないという風なね、感じですね。第5子がね、無事にね、今日生まれたというようなね、感じでね、今ね、帰ってきたんですよ。家にね。で、今ね、7時ですね、もうね、7時。7時です。7時ですね。明日生まれるよって言ってね、なんか来週生まれるよみたいな話をね、してたんですけれども、計画的にね、この産むっていう風な感じでね、うちの妻がね、計画もこの日に生まれるよっていう日を決めて、もうその日に産むというね、感じなんですよ。というのもね、無痛分娩っていうやつでね、もう計画した日に、促進剤をやってね、産むと。いう風なね、感じでね、今日無事ね、生まれたという風な感じですね。私がですね、だから朝からね、子供たちをこう預けてね、でね、子供たち預けたのは昨日なんですけどね、昨日の夜の間にね、子供たちをうちのね、私の実家に預けてですね、まあ要するにおじいちゃんとおばあちゃんの家にね、今いるんですよ、4人全員ね。4人全員おじいちゃんとおばあちゃんの家にいて、で、まあそれでこっちの方でね、家に帰ってきて、ね、1日、今日ですよね。今日になって、ね、うちの妻を病院に送り届けて。で、私は私ですね、その間ね、暇なんでね、一回事務所に行ってね、なんか情報やってみたりしてね、いろんなことやってみたりして、でね、ちょっとしたらまた戻ってね、うちの妻のところに戻って、病院に戻って、で、そっからね、ずっと待つというね、感じですね。陣痛促進剤っていうのをね、やるんですけれども、それでね、やって、まあね、無事にね、4時半ぐらいだったかな。4時半ぐらいですか？何時ぐらい生まれたの？あ、今日あれ5時だなって思ったんですよ。あれもうちょっとで5時って思ったんで、もうね、生まれてね、結構時間経って、あ、もう5時って思ったんでね、生まれたの多分4時半ぐらいなんじゃないかなってね。生まれたのが多分4時半ね。記憶がね、あら、今それでね、6時になる前に、病院を出てね、で、まあ夜ご飯をね、買って帰ってきたという風なね、感じですね。でね、今7時と。いうような感じですね。今ね、ちょうどその、隣のね、おばあちゃんがね、いたんでね、お隣さんがいたんでね、お隣さんとちょっとね、生まれましたよって言ったらね、もううちの妻から連絡来てたよ、みたいな、写真見ましたよ、みたいな感じでね、言ってたというふうな感じでね、どうもありがとうございますと、ご心配おかけしてね、っていうふうな感じでね、お話を少しだけしたと、ね、いうふうな感じですね。でですね、これね、気になって、ありましたかね、ハッピーバースデーって書いてあるんですけれども、このね、T の字がね、T じゃないな、H か、H がね、こっちに来てた方がバースデーなんじゃないかなとか思ったりしたんですけどね、どうなんですかね、ちょっとよくわかんないですけどね、これちなみにね、このね、その、今ね、今日生まれた子のためにやったんじゃなくて、ね、4番目のね、長女がね、8月の30日生まれだったんで、その時にね、こういうのやってたと。で、そのままね、そのままだなって言ってね、ハッピーバースデーというふうに、ね、なってますね。今日ね、9月というふうなね、感じですね。やっぱりね、嬉しいなっていう思う反面ね、大変になるのはね、うちの妻かなとかね、思うのでね、私もね、できる限り一生懸命やっていきたいなっていうふうにね、思ってるんですよ。でね、このね、YouTube 始めたのがね、うちの、2番目が生まれた年のね、次の年に始めてるんでね、2018年にね、次男が生まれてて、で、三男が生まれたのが2020年なんですよね。だから YouTube 始めた時は、私はまだね、子供が2人だった。でね、気がついたらもう3人目が生まれて、4人目が生まれてね、今日5人目が生まれたという風なね、感じですね。以前ね、生まれたよっていう動画ね、一回4人目の時かな、3人目の時かな、ちょっと忘れましたけどね、出したんですよね。4人目の時かな、多分。3番目の時はね、出してないかもしれないですね。出しましたか？どうですか？ね、もうね、あまり覚えてないという風なね、感じになりますね。やっぱりね、生まれるとね、ね、私はね、もう成長した姿がね、もう見ましたんでね、小学校1年生、長男がね、小学校1年生ですし、この間生まれたなと思ってたね、4番目のね、長女もね、もう2歳になって、まあ結構ね、時が経つの早いなと思ってね、今日もね、ちょっと生まれてね、すぐね、抱っこしましたけどね。あ、なんか、
思い出したなって、2年前にもね、なんかやったなってね、思い出したなっていうふうなね、感じでね。で、その4番目の時はね、そのコロナだったんでね、そのもう病院にね、入っちゃいけないよっていうふうな感じだったんですよ。ずっとね。で、それでね、今回はね、ずっとその、入っていいですよっていうふうな感じだったんでね。まあ入ってね、写真撮ったりしてね、もうすぐ抱っこしたりなんかしてね、したというふうなね、感じですよね。でね、常にね、思い出すのがね、あるんですけれども、コウノドリっていうね、漫画があってね、それのね、ドラマのね、ワンシーン、本当で2話ぐらいしか僕ちょっと見てないんですけれども、2話、3話ぐらいかな。しかね、ちょっと見てないんですけれども、その2話か3話でね、もう衝撃的なね、シーンがね、あるんですよね。それをね、もう常々ね、生まれた瞬間にね、思い出す。常々思い出すね。僕、もう5人いるんでね、もうそのね、5人思い出す。ね。いう感じなんですけれどもね。子供がね、生まれて、面倒を見るのは奥さんの役目ってなんとなくね、この旦那側はね、ちょっとだけでもね、思いがちなんですよ。でね、奥さんの手伝いをね、するっていう風に、そのドラマの中でね、ナオト・インティライミさんがね、手助けするからね、困ったことあったらなんか言ってね、みたいな風に言うんですよ。優しい旦那さんだなっていう風にね、一見思うんですけれども、手助けじゃない。お前の子供なんだから、お前がしっかり面倒見てやれって言ってね、星野源さんがね、言うんですよ。もうまさしくその通りだなっていう風にね、私思いましてね。やっぱり積極的にね、男の人がね、もう自分の子供なんだ。自分の子供を面倒見るんだっていうふうに、思ってね、やっていただくのを目指してね、そのね、作った方はね、言ったんじゃないかなって思ってね。やっぱりね、それ以降ね、その自分からね、積極的にやるっていうふうに、ね、思うと。ただね、思い出してみるとね、一人目の時はね、やっぱりね、そんなふうにはね、なかなかね、正直なこと言うとね、得るないというかね、赤ちゃんがね、もうその時もね、やっぱり今日もね、思い出したんですけれども、赤ちゃんが生まれてね、カゴの中に入れますよね、カゴ。カゴですか？あれなんかね、なんかカゴに入れますよね、なんか透明なね、カゴにね。でね、その、入れて、赤ちゃんがね、ちょっとしたら泣くんですよね、ちょっとしたらね。で、泣いてるなーって思うんだけど、やっぱ何もできない自分がね、いると。いうようなね、感じなんですよ。でもね、もうさすがにね、僕はもう5人目ですから、あ、泣いてるな、まあ、すぐ泣き止むかな、泣き止まなかったら、まあ、抱っこしてやればいいかな。で、泣き止まないのが当たり前だから、別にね、ね、何かしらが不快でね、なんかやってくれって言ってるんだろうな。でも、泣いて、もしかしたらその泣いてるっていうのはね、会話してるだけなのかもな、とかね。いろんなことがね、5人目になってくるとね、思えるようになってきたんですよね。一人目の時はね、もうそういうのがね、全然なんか思えなくて、ああ、泣いてる泣いてる。でも、どうすることもできないし、こう抱っこして泣き止まなかったらもうどうしようどうしようみたいな感じなんですよ。ほんで私もね、そうでしたね。で、ね、うちの妻がこう抱っこしたらやっぱり泣き止んでね、やっぱりね、お母さんがね、抱っこするとね、泣き止むもんなんだなって勝手にね、自分がね、思っちゃうんですよ。思いがちなんですよ。思い込んじゃってるっていうだけでね。でもね、そのさっきのね、その星野源さん役でね、星野源さんが言ってた、お前が積極的にやらなくてどうすんだみたいなね、お前の子供だぞっていうふうにね、言われたのを、ずっとね、やっぱこう引っかかっててね、やっぱり積極的にね、泣いてたとはいえ、ね、泣いてる。泣き止まない。でも、やっぱりね、抱っこしてあげる。これがね、重要なのかなって思ってね、ずっとね、そういう風にね、なるというかね、するようにしたらね、それでね、結構泣き止むっていうこともね、あるんでね、あ、じゃあなんか自信出てきたなと、あ、やらせろやらせろぐらいのもんでね、やり始めるという風なね、感じですよね。だからね、これを見てるね、新人のね、お父さん、あんまりいないのかなって思うんですけどね、私のチャンネルね、その、視聴者さんがね、65歳以上の方が多いんでね、もうおじいちゃん、になるよっていう方の方がね、見られてるっていうような感じなんでね、ね、おじいちゃんもね、積極的にね、抱っこしてあげてね、結構ね、やっぱ泣くんですよね、抱っこするとね、抱っこすると泣くんですけど、いいんだいいんだって、これでいいんだいいんだ、いいんだいいんだって言ったらね、その泣き止むんですよね。そしたらね、あら、おじいちゃんが抱っこしても泣き止んだねっていう風にね、なるんじゃないかな。おばあちゃんとかはね、結構ね、あ、いいよいいよって言ってね、やっぱりね、その時のことを思い出してね、抱っこしてね、泣き止む。っていうのは分かりますからね。そういう風にやってね、おばあちゃんとかはやるんですけれども、おじいちゃんはね、やっぱその時もね、いやーなんか
泣き止まなかった記憶があるな、あ、なんかなんとなく思い出したな、みたいな感じでね、積極的にね、やらない人の方がね、多いんじゃないかなっていうふうにね、思いますんでね、いや、そんなことないよ。積極的にね、やってあげたらね、結構その泣き止むっていうこともあるんじゃないかなっていうふうに思ったりするということですね。だからまあね、そのおじいちゃんとね、お父さん、まあ私もね、お父さん側の人間でね、だんだんとおじいちゃんになっていく側なんでね、そういうふうにね、なっていくんだろうなって思いながらね、話しているというふうなね、感じですね。あとね、やっぱりね、そのよく聞くのはね、その奥さん側はね、かなり大変になりますんでね。ですんでね、やっぱりそのね、気にかけてあげるっていうのはね、一つ大事なことなんじゃないかなと思います。で、私がね、住んでいるところはですね、その産後ケア事業みたいなのがあってね、生まれて退院してくださいねっていう日がありますよね。そこよりも、再度違うところに入院させてもらって、何日間かね、そこでね、赤ちゃんを面倒見つつ、なんかね、いさせてもらえるよみたいなね、のがあってね、そういう制度があってね、それ使って、でね、一週間かな、合計で一週間ぐらいはね、その、要するに家にはこう帰ってこないで、そういう施設というかね、いると、うちの妻はね、いるというふうなね、感じなんですよ。まあその間ね、子供たちはね、4人全員帰ってきちゃうんで、うちにね、ここに帰ってきちゃうんで、まあその4人はね、まあ僕が面倒見るっていうふうな感じになるんですけれども、まあ別にね、人たち面倒見るのも大したあれじゃないんでね、もう慣れたもんというかね、もうね、別に、そんなにね、その大変なことなんてないんでね、別に、勝手に飯も食いますし、勝手に遊びますしね、おむつ替えてあげれば、そんな大してね、難しいことってないんでね、子供がね、何人かいるんでね、勝手にその人たちで遊んでるんでね、喋れるか喋れないかぐらいなもんでね、意思表記中はね、どんどんしてきますんでね、長女が2歳なんですけれどもね、ですんでね、まあそんな難しいこともないかなと思って、出るんですよね。まあ別にね、ね感じなんですけれどね。だからね、何日間でもね、そのね入ってるんだったらいいんじゃないの、入ってないよみたいな風にはね、うちの妻には言ったんですけれどもね。ただね、その私ですね、育児休暇がね取れる身分じゃないんですよね。というのも、その育児休暇はね、その従業員さんとかね、社員さんに向けてね、あるものだそうでね、私みたいにね、その会社経営っていうね、立場だと、そういうね、制度は基本的にはないというふうになってますね。個人事業主でもないですし、会社役員もそういうのはないというふうになってるそうなんでね。ですんでね、まあ私は、その育児休暇というのは取れないと。ただね、その会社自体はね、その基本的にはまあ、お休みじゃないんだけど、まあお休みで、大体ね、会社の社長ってね、お休みだけどお休みじゃないんですよ。ですんでね、まああんま変わんないかなって思いながらね、その子供たちの面倒を見つつ、まあ面会に行ったりとかね、あとはその子供のね、その、あれですよね、幼稚園の送り迎えだったりとかっていうのも、まあ行くというふうになりますね。でね、じゃその他のことどうしてんのっていうとね、夜ご飯とかね、朝ご飯はですね、私毎日作ってるというふうなね、感じです。もう2年、1、2年ぐらいかな。1年、2年ぐらいもうね、毎日作ってますね。基本的にね、私が朝ごはんと夜ご飯を毎日作ってると。でね、洗い物もね、私が毎日やってると。洗い物ってね、食器ね、やってるんですけど、食洗機があるんでね、食洗機にぶっ込んどいたら食洗機がね、洗ってくれるんでね、まあ僕はやってるようでね、機械がやってくれてるというふうなね、感じですね。でね、まあ洗濯はね、洗濯機にぶち込んどけばね、乾燥までやってくれますんでね、それをね、なんとなくね、それは僕はちなみにやってないんですけどね、うちの妻がやってますんでね、それはね、なんとなくちょっとやんないといけないなとかね、掃除とかもね、うちの妻がやってるんでね、それもちょっとね、やんなきゃいけないなとかね、思ってるというふうなね、感じですね。ですんでね、もう、うちの家族としてはね、そういうふうにしてなんかね、分担してね、やってると、子供の面倒も、まあ私も見ますし、うちの妻も見ますし、まあ家事もね、私もやることもあるし、うちの妻がやることもあるというふうにね、なってますんでね。まあですんで別にね、そんな、なんか困ることもね、あんまりないかなっていうふうにね、思いますね。困ることなんだろうな。あんまりないですね。ちょっとね、思いつかないしね、思い浮かばないなっていうぐらいの感じなんでね。ですんでね、まあ世の中のね、お父さん、もうそのぐらいね、こう積極的にね、やるとね、まあ もちろんね、僕なんかよりももっともっとやってるよっていう方もね、世の中にはいらっしゃると思いますんでね、今時結構ね、その育児するお父さん、
当たり前みたいなね感じだと思いますんでね。ですんでね、まあ普通なのかなとかね、自分の中では思ってるというふうなね感じですね。あとね、やっぱその会社やってるんでね、会社のこともねずっと考えなきゃいけないっていうのもね、まあ結構あったりとかねするのはね、一個ね、まあね、あれかなとかね思ったりするというふうな感じですね。なんかね、あの思い出すとね、そのうちの妻がね出産してね、入院してる間ね、確かね、前回の時はね、子供3人連れてね、なんか、近くのね、イオンみたいなところにね、暇だからね、3人で遊び行った、4人ですよね、まあ僕入れてね、とかね、なんか散歩しに行ったとかね、なんかやってたなと思いながらね、って感じですかね。今回はね、その、土曜日と日曜日をね、こう挟んでくれて、でね、うまくこう、なんかね、あんまりその、小学校と幼稚園に行ってる子たちがいるんで、その子たちがあまり負担にならないようにね、まあ僕もね、そうですけどね、負担にならないように、この日でみたいな感じでね、計画してくれたんでね。まあそういうのはね、助かったなっていうふうにね、思いますね。そういうのもね、計算してね、やってくれたと。だから計画的にね、生まれてるんで、そういうふうにできたっていうのがね、あるんですよね。で、まあ、無痛分娩ね、なんかね、危ないっていうふうな感じになる時もあるそうなんですけどね、まあ別に今回もね、特に何もなく、うまくね、生まれたというようなね、感じだったんでね、3人目、4人目、5人目ね、無痛分娩と。で、ね、なんかその、世の中的にね、なんかその無痛分娩って、なんか甘えなんじゃないみたいな風にね、おっしゃられる方もいるそうなんですけれどもね、私はね、全くそんなこと思わなくてね、産む人がね、そういうのをやっぱり決めるべきだと思いますし、別にそれに対してね、とやかく周りの人間がね、言う必要はないと思いますし、無痛じゃないから偉いっていうこともね、ないと思いますしね、実際ね、無痛じゃないと、その愛情がね、少し減っちゃうんじゃないかなっていうふうに思われる方もね、なんかいらっしゃるそうなんですけどね、それだったら僕産んでないのにね、愛情がすごいある。なんでなんだろうっていうね、感じに思いますし、うちの妻もね、そういうふうになっちゃったらどうしようって3人目でね、初めて無痛分娩やった時に思ったそうなんですけど、全然なんなかった。あんな無痛な方がいいっていう風にね、言ってましたんでね。でまあ、本人の口からね、そうやってね、僕がね、僕通して言うとね、ちょっとね、変な聞こえ方しちゃうかもしれないんですけれども、まあ、要約するとね、そういう風なニュアンスでね、話をね、してましたんでね。やっぱりね、そういうのはね、関係なくね、安全にね、生まれてくる方が、いいのかなっていうふうには思いますんでね。もちろんね、それがね、全員が全員当てはまるっていうことではないと思いますし、で、それでね、危険になっちゃうっていう可能性はね、ゼロではない。ただね、普通に生まれても同じようなね、確率だと思いますんでね、今時医療が発達してますからね、いろんなことがこう分かっててね、いろんな器具をね、こうなんかね、見ながらね、先生もね、今回もやっててね、なんかこれがなんかこうなってるからこうしろとかね、これがこうなってるからこうだみたいなね、まあそんな喋り方はしないですけどね、指示をね、的確に出してたのかなっていうふうに、ね、私ね、医療全然わからないんでね、いろんなね、ことをね、やりながらね、やってたというふうなね、感じでね、ありがとうございますというふうなね、感じですね。ですんでね、まあそんな感じでね、今回そのご報告ね、まあ、はっきり言ってね、最初の何十秒以外はね、まあ、見てもね、どうしようもないのかなとか思うんですけれどもね。まあ、今回もね、そんな感じでね、無事に生まれてくれたんでね、よかったなっていうふうにね、思いますね。で、まあ、今度ね、今日からね、5人子供がね、いるというふうなね、まあまあ、ある程度の大家族になってきたのかなっていうふうに思うんですけれどもね。ただね、まあ私としてはね、別にそんな大家族を目指してたわけでもないですし、今現状大家族だとも別に思ってないっていうのはね、ありますしね。あとね、やっぱりね、子供ね、いっぱいいるとね、そのなんか嬉しいっていうかね、楽しいですよね、毎日ね。なんかね、いろんなことをね、教えてくれたりね、いろんなことをね、その報告してくれたりとかね、なんかいろんなこと言ってきたりね、してね、面白いなって思ってますんでね、楽しいなっていうふうにね、思うというような感じですね。ただね、そのうちのね、父とか、うちの母とかにはね、ちょこちょこね、その迷惑かけちゃってるのかなとか思ったりするんですけどね、でもね、それもやっぱりね、その嬉しい悲鳴なのかなっていうふうに、まあ私はね、捉えてね、
やってるというようなね、感じでね。うち兄がね、いるんですけど、兄ね、ちょっとまだ結婚してないんでね、子供がいないんですけどね。まあ、うちのね、あの子供たちが来るとね、老いと名医ですよね。来るとね、嬉しそうにしてるんでね。まあ、良かったのかな。そういうところでもね、良かったのかなというふうなね、感じでね。まあ、いろんなところでね、まあ、迷惑をかけてるところもあるかもしれないし、良かったって思ってもらえてることもね、あるのかもしれないというふうなね、感じですんでね。まあ一応ね、生まれましたよというね、ご報告になりますね。まあ子供のね、あの動画たまにね、出してるんですけれどもね、それもね、全然再生されないんでね、まあ別にね、一応ね、見てらっしゃる方がね、いらっしゃいますんでね、まあそれ用にね、出してるというふうなね、感じになります。ということでね、本日はね、そんな感じのお話になりますね。なんかね、子供のことについてもね、なんかね、悩みがあるよって言ったらね、僕でよければね、相談に乗れるっていうこともありますしね、やっぱりね、あの一番心配しなきゃいけないのはね、奥さんのことなんじゃないかな。妻、うちで言うとね、妻ですよね。お母さんがね、やっぱ大変だし、だってね、10ヶ月経つわけですからね、そっからさらに1年間はもう手離れないわけですからね、もう2年ぐらい大変なんですよ。だからね、そのね、のんきにね、あの旦那のんきに家に帰ってきて YouTube 撮ってるというようなね、感じですんでね。まあね、あの迷惑かけてね、心配かけないようにね、まあ、あの私もね、あの頑張ってね、今後もね、一生懸命生きていこうかなと思いますんでね。まあこれを見てるね、お母さん、なんかあったらね、そのね、相談するところもありますからね、実のお父さん、実のお母さん、ね、友達、私ね、コメント欄にね、コメントいただければね、なんかね、返事できるかもしれない。まあでも、あのね、そう、あの、子供を産んでるね、あの、お母さん、見てないチャンネルなんじゃないかなと思いますんでね。まあだから逆に言うとね、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんの方からね、あの、気にかけていただいてね、直接ね、なんかそういうの言うとね、結構その、気持ちがね、あの、デリケートな場合が多いみたいなんでね、私はね、あんまりそういうのない方のタイプの人間なんでね、あれなんですけれども、まあ、ね、ね、気にかけていただいてね、ちょっとね、なんか、大丈夫？大丈夫？って聞くとね、大丈夫だよしか返事しないかもしれないんでね、聞き方もね、ちょっとね、検討していただいてね、気にかけていただいたらね、みんなね、その、ね、せっかくね、赤ちゃんが生まれてみんな幸せってね、思ってるのはもしかしたら自分だけかもしれない、ね、何かの悩みがあるかもしれないんでね、まあ、少しでもね、気にかけていただいたらね、もっともっとね、幸せになれるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、ぜひともね、そんな感じでね、やっていただけたらなと思っております。まあ、これでね、私はね、まあ、5人ね、の、父というふうになってね、まあね、学年でもね、5人はいないんじゃないかなってね、感じでね、鼻が高いなってね、うちの妻のおかげでね、鼻が高いなってね、鼻を持ってるというようなね、感じですね。はい。というような感じのね、お話をしております。ということでね、本日は一応ね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の思いの人お願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。